さらにアニプレックスプラスブースにて販売展示される FGO グッズが昨日公開されました。概念霊装ミブローのイラストを使用したタペストリーを販売します。こちらは9月16日12時よりウェブでも販売します。また会場では9月16日土曜日10時よりウェブ受注を開始するミニクーちゃんぬいぐるみと漫画でわかるフェイトグランドオーダーのクッションを展示します。はい、ということで、実物がなんとね今回ありまして、じゃあまずタペストリーの画像を ね用意していただいたので見ていきましょうかね。こちらです、どうぞ。これですよ。はいはい、ミブローがなんとタペストリーになります。かっこいい、いやかっこいい、二人ともこっち見てる、やばい、うん、これ買う買います、買います、ありがとうございます。さあさあ、そしてそしてもう一つがこちら、じゃーん、来ました。漫画でわかるフェイトグランドオーダーのクッションです。すっごいね、触り心地いいんです。めっちゃいい、めっちゃ、どのぐらいいいかっていうと、マシュー、やばい、もっちもちやけ、マシュー、グダコー、マシュー、グダコー、マシューってぐらい柔らかいんです。見て、まだちゃんとアホ毛もねあるしね、ほらこんな感じ、もうすごい柔らかい、もうぜひ皆さんにもなってます、ちゃんとなんかね、いい感じに顔のサイズなんですよね、これがみたいな、うわーいってっ遊びたくなってしまう感じもありますけれども、うもうすごいなんかあの顎のせるのにもちょうどいいですし、なんかお家でこうテレビ見ながらとか FGO をやりながらも絶対これすっごい本当に素材がいい。えもう想像以上にやばい、わかるって感じ、うん、もうなんかこれも、ね、みんなにも早く触って分かってもらいたい、本当にいい、うん、あ、家だと、家だと、家での過ごし方、家、私体育座りしてるのでこうやってこういう体育座りしてる感じですね、こうやってもうこれですよ、これでもう、うん、こうやってテレビ見てる、お風呂入ろうみたいな、はい、そのね、ぜひ皆さんの日常の中にもぜひこの子たち取り入れてもらえたら嬉しいなっていう感じでございます。そしてなんと今日はミニクーちゃんぬいぐるみもご用意していただいております。私たち見るの初めてでございます。ボタンの準備はいいですか？わかる、大丈夫です。じゃあ、なー、一回ね、じゃあ目の前に置いてもらえますか？じゃあちょっと目隠してて見して、見して、やばい、見して、皆さん見てください、これですよ、いきますよ、みなみちゃん、じゃあ前に置きました、どうぞ。いやー、かわいい、かわいい、やばい、触れない、いややばい、ちょ、触んなくていいの、実物だよ、いやー、かわいい、無理、いやー、やばい、やばい、やばい、かわいすぎる、さっきからやばいとかわいい分かるしかやってないよ、本当にかわいい、なんかね、触り心地がすごい、どんなすごさ、なんかこんなサバほわほわって感じ、クーフリーの見た目にそぐわず、めっちゃサバほわほわ、めっちゃサバサバ、めっちゃほわほわなの、ほわほわ、めっちゃほわほわなの、顔はどう、顔、え、もう、かわいい、かわいいね、これがね、目の前にちょこんとよだれ出てきた、やべやだ、この女性声優生放送でよだれたらすごい、やばいやばい、尻尾もこれ見てよ、どう、尻尾のトゲトゲの再現具合、結構チクチクするチクチクがね、結構チクチクするんです、嬉しい、チクチクだね、かわいい、うんうん、めっちゃかわいい、みなみちゃんはこれどうしたい、え、これはもう、もうそこ乗せたい自分で乗せて自分で喜んでるの私どうしたらいいか分かんないよ、かわいすぎて、つらい、つらいね、じゃあ今度つらいボタンも、つらいよかった、いやでもね、これが、はい、今回ウェブ受注を開始するということで、はい、ぜひ会場でもね展示するとかわいすぎて切れるこのオタクめんどくさいぞかわいいと切れんのかわいすぎて切れるかわいすぎて切れそうってやつか、切れそうってやつ、そっかそっか、でも耳まで、耳どう、耳何、耳ちっちゃいよ耳がちっちゃいんだよはい、もうね、見てほしい、ほらめっちゃ可愛くない、耳、耳可愛いね、ほら耳ちっちゃいね、ちゃんとイヤリング、イヤリング、先輩、ほんと先輩、先輩にね、くーちゃんの耳大事ですからそんなことはない、そんなことはないんだよ、みんなに見てほしかったんだ、この可愛さを、あ、でも
きっとね、みんなも伝わってくれたと思いますよ、画面越しでみなみちゃんのリアクション見て。うん、じゃあもうぜひ、あの、気になった方はね、はい、あのこちらウェブ受注でやりますので、はい、あのチェックしてくださいね。お願いします。はい、その他にもね、はい、はい、ヘブンズフィールやアポクリファも出展するということで、ステージイベントなんかもね、ぜひぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。どうぞお楽しみに。はい、以上今週のお知らせでした。